はい、ケニチです。今日はベランダで一人ガンガン焼きです。で、シャルドネのワインです。コンビニでさっき買ってきました。いいですね、コンビニ。冷え冷えの白ワインですよ。白ワインね、買っててもなかなか冷え冷えの状態で置いてるって、いや、そういうワインクーラーみたいなのあったらいいですよ。ワインクーラーって言うんですかね、あれ。まあまあ、そんなのどうでもいいでしょう。いや、コンビニはね、本当に庶民の味方です。これでも500ちょっとぐらいであったんで、本当に格安ですよ。では開けます。ってか両軍手してるんで開けにくい。よっしゃ、では滑らないように。いやー、いいねー、いいねー。まあ、ガンガン焼き、本当はね、カンカン焼きとかカンカンの中に入れてするんですけど、まあ、カンカンうちないんで、このすき焼きの、これすき焼きのやつで、ね、いつもこのガンガン焼きをするんですよ。ガンガン焼くくらいガンガン焼きね。だからもうとりあえず開けますね。うわー、あっちゃー、うぅ、これはすごいな。では貝もそろそろ開いてきたんで OK でしょう。火止めます。うん、ちょうどね、西日が出てきて、かなり彼ちょっとに、か、影が見えてますけどね。まあ、さっきワインだけいただきます。あ、うめえ。いや、うめえな。ではまず一発目いきましょうか。シャリーン。あ、結構汁が、汁すげえ。うおー、ちょっとこれにポン酢を入れて。たまらんでしょう。めっ、あ、おっきい。ではいただきます。うん、噛みしめたら中からじゅわっと出てくるこの海のミルクよ。これはワインだ。このちょっとスープもいただこう。あ、うめえ。ちょっとガンガンいきますよ。おーっと、貝柱がね、たまにプロンとね、ついてる場合があるんで。うわ、うん、あ、いい感じ、いい感じ。チャラリーン。いや、幸せだね。まあ、昼過ぎなんですけども、今日ちょっと午前中編集で忙しくて、ね、もう昼、昼、朝昼、夕ご飯です。牡蠣がね。うん、たまんねえ。いや、涙出てきた、うますぎて。いや、もうワインや、これは。うん、あ、ワイン合うわ。よし、入れた時ってちょっと飲んでしまうよね。うん、じゃあ続々と食べよう、続々と。この柿のミルクってなんでこんなうまいんでしょうね。トットルー、うわっ、いい感じで飽きた。うん、うわ、汁が白いわ。ポン酢、これピントがね合ってるかな。もうこの、あの、日差しのせいでね、このなんかすごく見えにくい。では三つ目。何個食べてもこれ飽きへんわ。これ開けれるかな。お、いけたいけた。この間生放送の時に相当食べたんですよ。お、ちょっとこれ硬いな。こういう時どうするんだ。頭使えよう。あ、来た。あ、うわ、やべえ、これちょっとやばい。うお、めっちゃ平ら型。こういうやつってね、めっちゃ食べ応えあるんですよ。もうちょっとね、日差しがうまいこと入ったらいいんだけど。もう大きいの分かりますかね。めっちゃ大きいんですよ。ではいただきます、ね。まあ、これやったらちょっと飛びすぎるしね。まあ、これへんかな。いただきます。うお、昼間からこんなに幸せでいいのか。あ、汁もたまらん。ワイン飲むの忘れるわ。ワインどんどん行こうか。どんどん行くからガンガン焼きや。あ、これもちょっと入った。パッパパーン。
カキに当たったことはないんですよ、実は。今まで良かったのかどうかっていうのは分かりませんけど、カキは今までいっぱい食べてるんですけど、カキに当たったことはないです。もう何個目か忘れた。もうすっごい大きいでしょ。もう橋と比較してくださいまあそれでしか言えないですけどね。もう中のね、このプロンとなってるとかでしょ、ここがね、噛んだ時にブワーって出てくるんですよ、ミルクが。何度もね、美味しい美味しいって言いますけども、これ食べても美味しいって言いますよ。美味しい。食べてまたこれをスープ、あー、いやー、たまんな。ちょっとね、ワインやな、濃いと、おかわりワイン。あー、気分になってきた。あの、入れた時ってつい飲んでしまう何度も言うけどね。こうね、あの、平べったいとこあるでしょ。平べったいとこと、あの、なんか皿みたいなとこあるでしょ。で、平べったいところを上に向けて開けるのが、まあ大体普通らしいでしょ。こうネットでググったん、大体間違ってる情報ではないかと思います。でもね、たまに開けて上に貝柱、うわ、やっぱりこういうね、上の時もあると、これも大きいな。うわ、いや、たまらんわ。本当は生牡蠣も食べたいんですよ。でも現地で食べるのはいいんですけど、やっぱちょっとこう怖いなっていうのはありますからね。てんてんてん、ふん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 、貝柱っていうかホタテや、これすごい、ミルクとホタテの甘み。あ、このこう汁がうまいよな。こう汁が飲んだ後にワインを飲むと、あー、もう今日はもう天下無双や。何がっていうねあ、今回ちょっと平べったい、ワニの口みたい。パッパパー、 あ、今回は、あ、反対側から来た。ある記事でレモンとライムどっちが美味しいでしょうかっていう記事があったんですよ。で、それ見た時にその方はレモンもライムも初めはいいけども食べるにつれて酸味がすごくきつくなってくどくなってくるという。一番美味しいのはポン酢だって書いてたんで、ならポン酢で最初から最後までいただこうじゃないかということですよ。バターとか確かに美味しいんですけど、バター家にないんで牡蠣ってね、毎回いただきますって言っちゃう、それぐらい高価なもんなんで。もうでもね、十何個ぐらいあったんですよ。十何個ぐらいあって、で、あと何個あるか分かんないですけども。いやー、うまいなー。もう、あの、ワインが進む。めっちゃ。あの、キムチ進むくんじゃないよ。いや、この後また編集しますけどね。ベランダで一人で飲んでるわけですよ。誰も絶対ね、周り、通ってる人、こんな広島の高級牡蠣を、たらふく食べてるなんて誰も思わんでしょうね。パッパパー、おお、あ、面白い形してる。あと面白、あのカラーにもデザインがある。実はね、うちの家族ね、娘が牡蠣本当にちょっと食べれなくてですね、牡蠣食べれないんですよ。牡蠣で当たったわけじゃないんですよ。でも苦手らしいですよ。でもその苦手っていうのに対して、あの、食べよう食べようとは言えません。なんだったら、ほな、もう、そうか、嫌いか。もうしゃあないな、ほな、ケンチが食べるっていうことで今食べてます。もちろん、あの、家族、母ちゃんと息子の分はしっかりありますよ。いただきます。途中ね、これ、ぶっちゃけローソンで買ってきたんですよ、この前。ローソンで買ってきて、焼き鳥と唐揚げくん買おうかなって何度も思いました。いやー、今回はちょっと、いらんね。今回は、もう、いらんね。では。パラーン。あ、今回は、このなんか、お椀のところがすごく深い。深いから大きいっていうわけでもないっていうか、これ個性でしょうね。柿にもあるわけですよ、個性が。人間も同様ね。個性があんのに、一つの枠に収めんだって。思いません？個性があるんだ。人それぞれなんだ。団体行動は良しとして、個性を認めてもらえる上司についた方がいいです。何を熱弁してるんだ、はい、いただきます。うわ、何個食べても飽きんね。
うわうまいな。今日は母ちゃんと娘はユニバ行って、まあ息子は今学校です。ケンチは今一人で、まあ、編集終わら、まあ、確定申告が終わって、まあ、ゆったりしてるっていう感じです。開けるぞ。うわっと、このね、開ける時の瞬間が、あと何個ある？あと2つだ。OK。皆さん、この動画見てる方はね、そんなに時間経ってないかもしれませんけど、もうなんだかんだ言うて、今動画の時間見たら、40分経ってます。40分、ゆっくり飲んで食べてます。あ、ちょっと、ポン酢だ。このポン酢が大事なんですよ。ポン酢もね、やっぱり、大好きなポン酢ってあるじゃないですか。もう、ケンチの大好きなポン酢、これですよ。これ、ゆずポン酢。この点、点をね、ゆずポン酢ですね。母ちゃんはいつもこれ買ってきます。うん。もうすべて大きいんでね、もう大きいのに見られたっていう。口の中に入れて大きいの何個も食べてますよね。では、いただきます。はい。かー。いやー、うまいなー。いや、うまい。本当にうまいですね。柿といえばどこですか？広島が柿っていうイメージが多くて、東北の方にも柿があるじゃないですか。日本各地にも柿があるとは思うんですけども、実際現地に行って柿小屋で柿を食べたいなっていうのはあります。これは実際柿小屋にある柿をそのまま直送でクール宅急便で来て今すぐ食べてる状態なんですけども、現地行ったらね、本当にもっと新鮮で生で食べれるやつがあるんでしょうね。ババー。もう柿って言ってもな、もう今回のタイトルはベランダで一人ケンチ男がガンガン焼きで牡蠣を食べてそれだけで終わるみたいなね腹いっぱい牡蠣を食べるんだっていう。もうでもね、満足度はもう 100% 超えてますよ。もう実はね、3つぐらい食べたぐらいから満足度が 100% 超えてるんですよ。そうでしょ。岩牡蠣をね食べるってなかなかないわけですよ。そこでね、ベランダでこんなね、今もうすごいよ、パジャマですよ。ケンチパジャマで食べてるわけですよ。こんなね、もう、横行ったらもうすぐ寝るわけですよ、このまま。99.9% のドラマ見てないんで、まあそれ見て寝るわけですよ。見ながら寝るわけですよ。まあそんな環境下でね、できるって最高。ん？まあ最後の一つ、最後の一つはこれですね。うん。最後の一つ、これがね。はい。まあでもこの動画を通じてね、柿の美味しさを伝えれたなと思いますけども、ていうか伝えなくてもね、皆さん知ってますよね。はい、で、もう最後。おー、ちょ、いや、紅の豚で、はいよ、シルバーとか言うでしょ。もうね、ろれつが回ってないっていうことは、ケンチは本当に酔ってるっていう証拠です。いや、実はもう本当に満足度が半端ないんですよ。あ、これは上はね、あ、結構大きいわ、今回。もう、あ、この平べったいタイプのが大好きかも。平べったくなく、なんかこう、底が深くて細いやつと、これはね、平べったいタイプで横に長いやつとあるんですけども、こっちのが、ケンチは、まあ好きかもしれません。まあ好みかもしれないですけども。いやーでも本当にね、来年待ってるよ。牡蠣小屋。現地に行って、生牡蠣の食べ放題を食べたいですね。うわー、これね、これもう、すごい、もうこれもう、影でしょ、ちょうど。これはね、カメラの影ですよ。真後ろに、本当に、真後ろに、日差しが来ちゃってるんですよ。これを食べる前に、これを見ながら飲もう。ちょっと飲む。いや、あー。実は、ちょっと前に、日本酒を結構いっぱいありまして、日本酒って最後まで飲むっていうのはなかなかなくて、まあ15本ぐらいの日本酒が家にあるわけなんですよ。その中の10本ぐらいは、飲みかけで、もうあと残り少ないっていうのが結構あって、それを一気に飲んできたっていうかね。で、いや、まあ一気に飲んで、まあ今日、まあ瓶の回収日ってあるでしょ？まあそれに間に合わすっていうわけじゃないですけど、もう美味しい日本酒ね、地酒をいっぱい、本当に、もう残り少ないってあるじゃないですか。それを一気に、今、まあ、一気というか、まあちょっとずつ飲んで、それを飲んだ、ケンチですよ。もう結構酔っ払ってる状態から始めたわけですよ。今もうベロベロですよ、もう。日本のベランダっていうか、世界でね、ベランダってありますか？アメリカではね、ベランダってあんまりないんですよ。てか、ないんですよ。外に洗濯物を干したらダメっていうのを記事で見たことあります。で、海外で、ベランダってあんまりないですよ。ベランダが
充実したのは日本ちゃいますかね。そのベランダこの前いたら自分の空間ですよ。何を熱く語ってるなって、すいません。まあ酔っ払ってるケニです。もう聞き流してください。このね、狭いケニ氏はね、本当に1メートルのね、まあ家建てるときに1メートルのベランダを3つ作ったんですよ。でもこれは心身なんですよ。心身。わかる方いらっしゃると思いますけど、心身っていうのは、要はもうまあ、ベランダって言ったら分厚いわけですよ。この壁がね、壁が分厚い。その真ん中のことを心身ですよ。心身。だから実際、90センチぐらい。90センチ。100メートルだね。90センチ。そうそう。90センチ。だから、それでさらに実際来たらもっと狭いわけですよ。その空間の中でベランダでさ、キャンプ風に楽しもうかっていうのがベランダキャンプですよ。ベランダキャンプ飯ですよ。最後の一ついただきます。もう完全に冷めちゃってるけども、冷めても美味しいです。広島の牡蠣ありがとう。これで最後だ。マジでうまい。牡蠣を食べるにあたってクリーミーなとこはすぐなくなっちゃうわけですよ。で、最後にずっと残るのは貝柱です。その貝柱は美味しいのかどうかですよ。この広島の牡蠣は本当に甘いです。最高です。このスープを飲んで、ワインを飲んで締めます。あっ、あっぱれ。あー、ごちそうさまでした。この動画も今後ともシリーズ化していきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。今、環状線シリーズで角川さんとコラボしまして、10個の動画で100万再生回数いかなければ継続ができないっていうことなんですけども、よろしければ皆さん見てください。下の説明欄に URL リンク貼ってますんで見てくださいっていうことです。今日はこれまで。皆さん本当に最後までご視聴ありがとうございました。ケニチーでした。